K-1 のリングを狙う次なる未知の怪物は、知られざる北の大地ロシア。そこにも野獣がいた。ロシアンビースト、エブジェニー・オルロ。元祖ビーストのサップにも劣らない身長203センチ、体重150キロ。まさに野獣合格の体格を持つモンスターファイター。その戦い様もまさにサップ。怒涛の怪力パンチで相手をコーナーに追い詰め料理する。ロシアンビースト、その破壊力とは。対する南アフリカの大巨人、ヤンザ・ジャイアント・ノルキア。 K-1 で元祖大巨人といえばノルキア。その重いパンチを振り回すと相手はこっぱみじんに吹き飛んでいく。このノルキア、サップを世に送り出したチームビーストの一員。生半可でビーストを名乗る輩はただではおかない。Japan. We are Team Beast. We are the real giants. You 2 meters and 3 centimeters. I'm 2'11". I'm gonna knock you out. Team Beast will knock you out. でかい。こっちはもっとでかい。I am the giant no king versus Evgeny Orlov.最大の戦い2メートル対決、両者合わせて 0.3 トン、ものすごい対決となりました。もう右のミドルキックからしています。オルロフです。93年の K-1 が始まった時にですね、体重が平均90キロぐらいだったんですよね。もうそれからはすごくでかくなってますよね。そうですね、ついに2メーター本当150キロの時代というかですね、もう10年間でこんなにもうヘビー級がもうスーパーヘビー級になったってこと自体が今日はすごいですよね。数えてみたらもう2メーター以上の選手は10人以上いますからね、その中でも2メートル11センチと2メートル3センチです。まあ本当にプライドとかですね、プロレスとか他のジャンルに比べても K-1 が一番でかいでしょうね。はい、さらにノルキアはこれサウスポーです。左フックです、左フックです。これはクリンチに行きました。オルロフが一旦クリンチに行きました。どちらもパワーはあります。ノルキアは本当ですね、あの大きな体には何かをもらったか、それともスリップか。今ちょっと効いた感じもありましたけどね。ダウンは取りません。お互いに一発一発効きますからね。これはスリップです。しかしパンチが顔面に交錯しています。ものすごい対決。右のローキック。パンチも入ってますよ。首相撲から左の膝。オルロフはムエタイの使い手です。ノルキはボディーブロー。お、右のミドルキックは谷川さんなかなかしながら感じしますが、ノルキはですね、大きな体の割にはコンパクトなパンチを打つんですよね。その辺はやっぱりスティーブさんというマイク・ベルナルド、僕がトレーナーが教えてますから、はい、そのあたりは一茂さん、はい、これノルキアも決してこう力だけではなくなってきましたよね、最近はね。そうですよね、大きいだけじゃなくてバランスももちろんいいからこのリングに立てるんですけどね、はい、でもオルフ選手の攻撃が谷川さんいいですよね、はいはい、特に右のミドルキックはこれ意外と言ってはなんですけど、非常にしなやかな感じもします。攻撃としてはオルロフ選手も当たってますよね、今のところ。パンチがよく当たってますよね、はい、また、先ほどノルキはちょっとスリップシーンもありましたけど、それにしても2人このパンチが入ってますよ、これこのジャブがいいですよね。しかしノルキは前に出てくる、ノルキ左フック、左フッククリンチに行きます。ノルキア選手 の左のフックですよね、ほとんど全部見切ってますもんね。そうですか、これを左です、左入ってないですもんね。入ってない、左のジャブが逆に入ってますよね。ノルキアは左フック、よくジャブが出ていきます。よくジャブ出ている、効いてますよ、当たってますよ、左ボディへ、ね、ノルキアの左ボディボディに変えましたね。ちょっとやらっている右のフック、今度顔面へ左フック。さあノルキアが行くか。お互い意地ですよね、これね、本当に大巨人の称号をかけた戦いですよね。まさにノリカさん、こうのっしのしといった感じでね、2人ともね、ドスッドスッってパンチが当たるたびに聞こえるんですよね、はい、こうかつてないような重い音が聞こえますから ね、 ね。あと10秒です、あと10秒。しかしジャンプ入りましたよ、ボディ入った、ボディも入りましたね。しかしノルキアはボディーブローです。ボディ効きましたね。第1ラウンドが終了しました。2メートル11センチ対2メートル3センチ K-1 超重量対決は第1ラウンドを終了しています。
まあ、レッドカードを受けて減点とはなったオルロフですが、確かにこのルール上この首相撲からの戦いはオルロフ修正しなければいけない点です。そうです、これ抱えちゃダメですよね、まあ、こういう首相撲だったらいいんですけど、はい、ただまあこれが初参戦でまだ2年しかトレーニングを本格的にやっていないということを総裁すればこれを修正してくればこのオルロフは上に駆け上がっていきそうな印象はあります、ね、はい、で本当にパンチはコンパクトでうまいですよ、そしてスタミナという点でも谷川さんどうですか、両者を見比べますと、やっぱりノルキアの方がスタミナをロスしてますよね、はい、オルロフは若いですし、はい、あの大きなダメージもらってないんでちょっとボディが心配だったんですけど、まだ元気ですね。最後は気持ちの強さかもしれません。さあラストラウンド、ファイナルK-1 山脈対決。おっと右のストレートからまずは真っ向けだ、後ろに下がりながらエブジェニー・オルロフ初参戦、2メートル3センチの天井から来る右のストレートがノルキアを襲っています。2メートル11センチのノルキアが若干疲れた格好からストラウンド、首相撲から右の服が入りました。森さん、はい、ノルキアサイドの、ね、スティール会長怒ってますね、今のインターバルで、ね、怒ってる、もうタオルを投げつけてお前は勝つ気がないのかというような、ね、雰囲気ですね。あ、そうですか。とにかく一発一発で単発で攻撃が終わってしまうんで、もっともっとパンチを固めていくんだと、はい、かなり激高してますね。なるほどね、これはやはりこのノルキアの心情、谷川さん、セコンドの動きは顕著に表しているという感じですかね、はい、そうですね、まあ、オルロフの方も単発投げがちなんですけど、そしてオルロフまた今抱え込みですね、はい、もう最終ラウンドですからガンガン行かないとダメですね、先ほどレッドカードを受けています。その上にさらに警告をもらいました。これで手を入れ中に入れた方がいいと思いますね、外に回すよりも、はい、ただノルキアサイドはやはりちょっと歯がゆい格好か、なかなか距離を詰めることができない。2メートル1センチ11センチのそのパワーをオルロフに対してなかなかぶつけ切ることができていません。確かにリングサイドではスティーブ・ジムの会長がもう本当に大きな声を送っています。そのノルキアが前に出ていく。オルロフはしかしポイントをこれ限定でロスしてますから、そうですね、あまり逃げ切るという体勢も取りたくないですね、はい、技ではどうやらオルロフ有利のよう。左のローキックを見せました。ノルキアはちょっと前のめになっている。この大きなノルキアをノリカさん、はい、できれば最後オルロフダウン見せてほしいですね。そうですね、ここまで来たら、あとそしてさらに減点です。そしてノルキアにもイエローカードが出されました。これは苦しくなった、これは苦しくなった。ああ、いいチャレンジですね。ただそれだけお互い両者のパワーにこれ苦しんでいるという状況なんでしょうね。試合はラストラウンドです。向かってくるところ左左右のアッパー、ダウンシーンはありません。2つの大きな体がマットに沈むシーンはまだここまでありません。ちょっとノルキアが攻撃がバラバラになってきましたね。そうですね、迎え撃っての左はオルロ、2メートル3センチのオルロ、K-1 でも最高峰クラスの身長を兼ね備える2人が激突しています。 7.2 メートル四方のリングが非常に小さく見える両者の戦い。2メートル11センチのノルキア、2メートル3センチのオルロフの戦いは残り15秒、残り10秒切りました。ノルキアはちょっと疲れてますね。苦しい苦しい、最後ガンガン行ってほしいですね。ノルキアのスタミナはどうか。ここに膝がれたオルロフ、初参戦のオルロフ、ここで試合終了です。両手を掲げてコーナーに戻るのはオルロフ、ノルキアも左の腕を小さく掲げています。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ大波淳48対47赤ヤンザジャイアントノルキア、ジャッジ黒住達也49対48赤ノルキア、反則ですね。ここまで2人ノルキア、48対47赤ノルキア、そして3人目もノルキア。判定の結果ヤンザジャイアントノルキアが参戦のエブジェニー・オルロフを下しました。まあ、反則の差ですねかもしれませんね。減点が2点取られて最初から取られてるっていうのが大きいですよね、はい、ただノルキアにとっては谷川さん苦しい戦いだったことは間違いありません ね、はい、そうですね、ちょっと課題の残る試合でしたね、はい、K-1 山脈対決、2メートル対決、2メートル11センチのヤンザ・ジャイアントノルキアが2メートル3センチのエブジェニー・オルロフを封じ込めています。